チョークス・オーシャン・エアウェイズは1917年から2007年までアメリカに存在した航空会社。2007年の運航停止当時は現存する世界最古の航空会社であった。世界でも珍しい飛行艇による定期便を運航していたことで知られる。1917年、アーサー・パピー・チョークによってレッド・アルオフライングサービスの社名で チャーター便を運航する会社として設立された。チョークは第一次世界大戦でアメリカ陸軍航空部に着いた経験がある。1919年に社名をチョークスフライングサービスに解消し、マイアミのビスケーン湾からバハマ諸島のビミニを結ぶ定期便の運航を開始した。1926年、ワトソン島にマイアミ飛行艇発着場を開業し、 それまでのビスケーン湾から本拠地を移転。2001年まで同地に置くこととなった。禁止法が施行された1920年から1933年の間はバハマで醸造された酒をアメリカに密輸するための手段として重宝されていた。第二次世界大戦中、チョークスは3年間ほど運行停止に陥ったが、戦後運行を再開する。1966年に、 チョークは経営権を友人の手に譲ったが、その後1975年まで引き続き経営に参画した。1977年、チョークは88歳で他界した。1970年代に入り、フレークスアビエーションの手で保有するグラマンマラードのエンジンをターボプロップ化する工事が進められ、発機が1985年までに、 プラットホイット 2R-1340 からプラットホイット2カナダ PT6 に換装された。同時により大型のグラマンアルバトロスも導入された。チョークスは主にビミニ島からマイアミに向かう買い物客とマイアミからパラダイス島へ向かう観光客の利用が多かった。マイアミ港を離陸するチョークスオーシャンエアウェイズのグラマン G-111T ターボマラード。 1989年1974年、バハマの首都ナスソーの北に浮かぶパラダイス島でリゾートホテルを展開していたリゾーツインターナショナルホールディングスの参加に入り、パラダイス島への輸送手段としてリゾート客の重要な足として利用されたが、夜間の発着ができなかったことが災いし、1989年に同社がエストール機に対応する滑走路を建設して、 パラダイスアイランドエアラインズを立ち上げ、飛行艇が不要になったことで、リゾーツ社の手を離れ、投資会社ユナイテッドキャピタルに売却された。ユナイテッドキャピタル参加に入り、新たに、キーウェストとナスーへの路線が開設され、機材も増やすなど、拡大路線が進められたが、経営状態は芳しくなく、結局1996年には再び別の投資家グループに売却され、社名も、 パンナムエアブリッジに変更された。1998年、テキサス州の航空機リース会社エア,アラスカが、パンナムエアブリッジの株式の7割を取得し、同社の子会社となったが、エアアラスカは1年足らずで破産し、その煽りを受けて、パンナムエアブリッジも1999年1月11日に、連邦破産法第11章を申請し、経営破綻した。 イースタン航空で機長として勤務したことのあるビジネスマン、ジェームズ・コンファローンが92万5000ドルで買い取ったのを機に再建計画が進められ、一旦は保有機材2機、従業員わずか35人まで大幅に規模を縮小するも、その後、グラマン・マラードを5機購入し、さらにグラマン G-111、ティーターボ・アルバトロスを14機購入する契約を交わして、 再び規模拡大を図った。1999年12月17日、社名をチョークスオーシャンエアウェイズに変更した。2001年8月には、横浜国際航空の設立準備にあたって、機材と運航ノウハウを提供する契約を交わしたが、結局横浜国際航空側の計画の不備により、就航ともども実現しなかった。百八十九年十一月、 ビビニ飛行艇発着場で駐機されているチョークスのターボマラード、チョークスオーシャンエアウェイズ101ビ墜落事故の当該機。こうして一度は再建に向かったチョークスだが、2001年9月11日にアメリカ同時多発テロが発生した際、拠点を置いていたマイアミ飛行艇発着場の警備が不十分だったこと、さらに発着場の所在するワトソン島における、 ヘリコプターの運用増加により、マイアミ飛行艇発着場から撤退することになり、同社がすでに整備拠点を置いていたフォートローダーデール、ハリウッド国際空港に拠点を移すこととなった。さらに、追い打ちをかけるように2005年、チョークスオーシャンエアウェイズ101便墜落事故が発生した。事故の原因は、NTSB の操作により当該機のグラマンマラードの老朽化による、 金属疲労が引き起こした右主翼桁の付け根付近の断裂とされたが、そもそもこの機材の亀裂は相当前より確認されていることであり、金属疲労箇所が密封材に覆い隠されていたことで発見を困難にさせたこと、及び不適切な修理が問題となった。この事故で保有する飛行艇の運行が不可能となったため、捜査期間中の8ヶ月間運行停止に追いやられた。 運行再開となったものの、それまで運行していた飛行艇が使用できなくなったことで、ビッグスカイ航空からビーチクラフト1900をリースしてもらうこととなり、さらに101便の事故がきっかけで、バハマの対空証明が取り消されたことにより、従来運行していたバハマへの路線が運行できなくなったため、キーウェスト及びセントピーターズバーグへの路線を開設し、 社名もチョークスインターナショナルエアラインズに変更し、イメージを一新することとなった。2007年にはバハマへの路線を復活し、新たにパームビーチ国際空港への路線が開設された。しかし、101便の事故の影響は大きく、もはやかつての勢いは取り戻せず、パームビーチへの新規路線も8月で14人しか登場しないなど乗客離れが続き、経営は悪化する一方だった。 2007年9月3日、すべての運行を停止し、101便の事故の最終報告書が発表されると、運輸省は9月30日、チョークスの運行免許を取り消し、これをもって、ついに1917年の設立以来90年に、及ぶ歴史に幕を下ろすこととなった。なお、米国民間連邦航空規則121条の運行条件は運行停止後も満たしていたので、 60隻級のリージョナルジェットの運行を模索したが、実現することはなかった。チョークスオーシャンエアウェイズは1917年に設立され、1919年の運行開始以来90年に渡り、運行を継続してきたことで、現存する世界最古の航空会社と称していたものの、実際には、第二次世界大戦中の3年間、 1992年のハリケーン・アンドリュー及び前述の2005年の事故による8ヶ月間の運航停止期間が存在した。同社が運航停止となった現在、やや遅れて1919 19年10月に設立され、1920年に運航開始した KLM オランダ航空が、名実ともに世界最古の航空会社となっている。テレビドラマ映画音楽。 ありがとうございます。